はい、どうも、うずです。今回の動画では、おしゃべり動画、たまにやるんですけどね、なんか商品の紹介とかではなくて、ちょっと喋りたいなって思うことを自由に話させていただくおしゃべり動画でございます。で、今回のおしゃべりに関しては、ちょっと SNS のことに関して、ちょっと自分の話なんですけどね、ちょっとしたいと思います。まあ、今、スマートフォンが普及してるおかげで、Twitter、Instagram、Facebook、まあ、あとは今会社関係とかグループ関係でこうチャットができるようないろんなものが今あるじゃないですか。まあ、そんな中で、まあ、やっぱり Twitter がやっぱり多いですかね。なんか話題になるのが。まあ、YouTube、Instagram もちょこちょこ上がってきてますけれども、まあ、やっぱり Twitter が一番こう気軽にやれちゃって一番問題発言も多かったり、まあ、パパ活、ママ活とかね、ちょっと話題になってるものもちょっとありますけれども。今回そのパパ活、ママ活の話はしないですよ。やってないですよ。なんだそれ、違う、そういう話じゃないんですよ。今回ツイッターの話なんですが、このツイッターを特にちょっと最近気をつけなきゃいけないなと思うところがいろいろありまして、まあ見られているんですよ。そう、見られているっていうところ。おい、うずさん当たり前じゃないか、何言ってんの今更と思われる方も多いと思うんですが、まあやっぱりこれ改めてちょっと重要だと思うんですよ。改めて意識しないといけない。まあ例えばですよ、ツイートでなんかつぶやいたとして、大体のそのツイートのつぶやきってこうスーって流されていくじゃないですか。流れるわけですよ。でもツイッターの言葉ってこう見れる人は結局全員見れちゃうわけですから、そのなんかちょっと話題になっちゃいそうなね、問題のツイートだったり、あと問題の写真などが公開されちゃった場合、それを見た人がツイートして、そのツイートした人がちょっとすごいフォロワー数がいる方だったりたまたました場合、そこからすごい派生してリンクして、まあよくある大炎上ってなるわけですよね。まあそれなので、そのツイートをする人がフォロワー数が多い少ないに関わらず、ちょっと問題になるようなものが出ちゃった場合は、もう一発でいろんな影響が出ちゃうわけですよ。バズっちゃうわけですよね。まあ本当に怖い。まあこれも本当に怖いけど当然というか、今までも散々言われてたことで。まあよく政治家の方とかお店のね、店長さんとかがちょっと問題行動、問題発言して、まあ一発でさよならみたいなのもケースもね、ありますけれども。まあただそれはそれで、今回私が話したい私の話としてはちょっと別のものがありまして、で、私のチャンネル、YouTube チャンネルがいろんな商品を紹介することが多いチャンネルになっております。まあそのため、こういった、まあ、モバイル Wi-Fi ルーターとか、あとはちょっと高額なカメラだったりを貸し出ししてくれるケースが多くなりまして、私自身としてはこうね、物を触ったり紹介したりするのが好きだから、喜んでお受けしてやってるわけなんですけれども、そうすると結構ついてくるもの、こういったメーカーって Twitter の公式アカウントを持ってるところが多いので、そういった公式アカウントのところから、まあ、フォローされていたり見られてたりが、まあ普通にあるんですよ。普通なんですよ。そうなってくると、結構商品のね、悪口言うことあんまないんですけど、まあ例えば何かあってトラブルあった時に下手に、あ、今回この Wi-Fi ルーター使ってるけど全然繋がんねえや、やっぱり使えないんかな、みたいなことを言っちゃうと、それをメーカーの方が見られるわけですよ。あんまりいい感じしないですよね。でも確かに YouTube でも、こう、商品のいいところと悪いところはっきり言っておりますが、ただ Twitter って端的な、ほんと点の部分でのツイートになるんですよ。商品が例えば通信エラーで使えない、この間ありましたよね、ソフトバンク回線が。まあその時は都内をたまたま歩いてたんですけど、通信障害があるっていうことを知らない時だったので、その時に例えば、あ、このモバイルルーターは全然繋がんないし使い物にならないやっていう風にツイートしちゃったとします、写真載せて。そしたら本当はそのソフトバンク側の通信障害だったのに、このルーターが悪い印象ついちゃいますよね。これ全然悪くなかったわけですよ。そういったところで何か、まあ使ってみて急になんかね、不具合があったりとか使いにくいとこがあったものをポロって喋っちゃうと、メーカーにとってすごくマイナスなイメージをつけちゃうことになる。それを公式アカウント、公式のメーカーさんが見られている。非常によろしくないですよね。っていうのを最近ちょっとより感じるようになりまして、すごいツイートつぶやくタイプなんですよ。つぶやいちゃうんですよ。かなりつぶやいてると思います。なので、そういうところをすごい気をつけなきゃいけないなっていうのを、改めて感じました。まあただ本当に Twitter、Instagram、Facebook、YouTube、いろいろなそのみんなで共有できるような言葉だったり動画だったり写真っていうスペースがありますけれども、そこをきっちりとね、もう誰かに見られてるんだ、みんなが見てるんだっていう意識を必ず持っておかないと、まあ大きな失敗する可能性もありますので、ちょっと今回のおしゃべり動画では SNS 便利だけど怖いんだよってことを改めてちょっと話したいなと思ってお話しさせていただきました。まあちょっとさ、一歩引いてみて考えれば、まあ当たり前だよなってみんな多分わかると思うんですよ。わかると思うんだけど、その時に発信してしまう言葉、映像っていうのが、なんだろう、よく言われますよね。承認欲求。みんなに見てほしい、認めてほしい。
っていうところから必ず発信してしまうわけですけれども、そこの自制がちゃんとできるかどうか、ここが大きなポイントですよね。自制ができなければ失敗をするっていう。はい、ちょっと真面目な話になってしまいましたけれども、皆様も、SNS 使うときには、ちょっと気をつけて扱いましょうぜっていう、まあ、簡単に言うとそれだけの話です。はい、本日のおしゃべり動画はこんな形で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた別の動画で、バイバイ。まあですね、私がツイッターで一番気をつけてること、もうこれはね、私の動画見てる方はよく知ってると思うんですけれども、私の YouTube チャンネル、 YouTube 動画は妻は全然興味なくてほとんど見ないんですよ。ただツイッターフォローされてるんですよ。なのでね、以前あった失敗、 YouTube のタイトルに今回これこれ買ったぜ、これを試してみるぜ、紹介するぜっていうタイトルを入れて動画公開した時に、ツイートでも連動してそのタイトルが出るんですよ。そのツイートを見た妻が大激怒で、まあ大変なことになったということがありました。他のね、サービスから連動するツイートもお気をつけください。